皆さんこんにちは。信州追分政五郎のお話は何がモチーフなの？わかんない。わかんないけど楽しい歌なので歌おうね。ゼロキーでいくけど。義理と人情の振り分け荷物肩に担いで三度がさ。あのね、拳回らなくてもね、どんどんこういう歌歌ってください。拳なくても全然大丈夫ですよ。平気平気、楽しいんです。また旅物の世界っていうのは。で、今こういう歌少ないでしょ。だからね、あの本当に時代劇の中に入り込んじゃった私みたいな、女の人もいいし、お礼でもいいしね、政五郎になりきってください。政五郎、はい、歌い方ね、最初のギリッと、ギリっていうね、ギの字をパカって出す、パカじゃないけど出さないで、んギリんって言ってからギリって言ってください。んギリッとって、そうすると演歌ブシって感じになります。演歌ブシね、これがないとギリッとっていう風になんかこう言葉が流されちゃう、水に流れて持っていかれちゃうみたいな感じになるので、んギリッとんギリッと、こんな感じ。それからよく聞いて、いただくとですね、リとトの間にちっちゃいツが入ってるの分かります？ギリートじゃなくてギリッと、こうするととてもサクサク小気味いい感じになります。また旅物はやっぱりね、ベタベタしてちゃダメなので、サクサクね、シャンシャンといきましょう。人情の、拳が回らない方は人情おおおの、おおおって短いおをちゃんと切って三つパンパンパンって並べると拳の代わりになります。人情おおおの、これで立派な代用品、上手にやると代用品っていうには忍びない、こちらの方がいいんじゃないかっていう風に歌うこともできますから、やってみて。振り分け振り分け荷物にもにって、んって本当はいらないんだけど、んがないとにが決まらない、にもつって感じです。で、伸ばしはね、あんまこだわらないで、そこそこ伸ばしたら、はい、次の仕事の準備ってした方がいいと思うよ。肩にか肩にかつ、次もいいいいで、こもこぼしなかったら、いいがいくつ、いいいいって四つだ、いいいいでね。で、もしこぶしが回るんだったら、いいいいでとかってなるんですけど、無理に回さなくてもいいからね。三度が、あが三つ、こういうの多いですね。あが三つとかいが三つとかっていうのを、あんまり考え込まないで事務的に、で、ここに挟まってるあとかいとかっていうのは全部、小粒です。小粒です。ピーナッツぐらい小粒です。ピーナッツをトッ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 とこう事務的でいいです。並べてあげる感じで、んさ、サンドが、あ、あ、あ、さ、あ、あ、あって感じですね。サンドが、あ、あ、あ、さ、で、これが最終的につながってもいいんだよ。が、あ、さ、つながってもいいの。つながる方が音程が取りにくくなるので、最初は切ってゆっくりやったりする方が音程は取りやすくなりますからね。丁寧にしっかり歌を作ろうと思ったらアカペラでいいから、が、あ、あ、あ、さーってこういう辺から練習するといいと思います。見て見ぬぬう、ここも同じ。それから見て見ぬみって入ろうね。ふりができないたちで、たあが入ってたらね、もうこんなんばっかりです。またたびものはもうほぼこれ、もうこれやればまた旅と言われる、絶対。
でその次、人を助けて終われたび、これはね、素性が知れちゃいかんわ、こっそり教えてやるわなみたいな感じの口調で、ささやかに歌ってください。ささやかだけどもゴニョゴニョじゃダメよ。人を助けて、これじゃあダメわ、何言ってるか分かんないから、人を助けて終われたび、ささやかに歌うときこそ口をいっぱい動かして歌ってください。でちゃんと口が動いてるかどうかは手鏡でもいいから鏡見てね、自分の口をちゃんと見て、自分の目で見てチェックすると良いです。すぐ良くなりますよ。おひけなすってほいほい、おひけなすってってすごいかっこいいのになぜほいほいが2枚目やったら3枚目みたいな感じで、まあ、そこの愛嬌がまたこの歌のチャームポイントでもあるんですけれども、ほいほいはね、ほおいほい、ほおいほい、この後ろにおが入ってる感じで、おーって言ってる時に口のおーってすぼまってるか、お口の形だけじゃなくてお口の中のお部屋もおーの口になってるかなって感じられたら感じてください。で歌の最後は反抗したように、新衆おいわけで、おいわけ、ここまあおいわけって、まあ、伸ばしてつなげてもいいけど、最初にさわけって言ったよね。うん、わとけの間にちっちゃいつ入れる方がかっこいいかな。なんか小股の切れ上がったいい男とかって言ったりするでしょ、ね、切れがいい感じになるからね。おいわけ、だとちょっとなんか間が、うん、悪いので、ってね、これちっちゃくて薄く書いてあるなんですよ。大きいとまたおかしいの。これじゃあダメなの。2回目の絵を1回ちゃんと、2回目の絵をちゃんと言い直すために1回口閉じてもう1回絵にしたよっていう、その時についでにんって音が出ちゃったって感じ。こういう感じですね。エマサゴロウ、ここ間違いやすい、私も最初間違えたから気をつけて、マサゴロウとかじゃなくてマサゴロウ、おーちゃちゃんちゃんちゃんときます。わかったね、ザザザって歌っちゃった私もね。で実際はテンポ結構ゆっくりですから、あ、今日の私はちょっとせっかちかもしれませんね。ゆっくりで大丈夫だから、そのああとかいいいとかええのところはゆっくりやらないと最初はできないから、焦らずに何回も何回もこの動画見て練習して頑張るんだよ。では一番通して一緒に、今日はゼロキーだよ。いくよ、3、4、ギリと人情の振り分け荷物、肩に担いで三度がさ、見て見ぬふりができないたちで、人を助けて終われたび、おひけなすってほいほい、新衆おいわけ、まさごろってな感じでいかがでしょうかね。あと、それからこの YouTube をいつも気に入って見てくれてるあなたにね、もしかしたらようこそ演歌の森っていう番組のことを知らないかもしれないから、この YouTube の中でようこそ演歌の森第116回とか7回とか、まあちょっと検索して番組の方も見てみてください。もっといろいろ楽しいこといっぱい言ってるからね。で番組は2ヶ月間約見られますから、いつも2本分の番組が見れるようになってます。番組の宣伝などしてみました。それじゃあまたね、バイバーイ。電化の森、電化